ては12月のポイントで1月になってくるとどんどん釣れなくなるんですよ。まあ、もう理由は明確でしたね。風がバンバン当たるから。結構深い側に。ここもね、浅い側に陣取って深い側に投げるっていう感じで、はい、まあ、それを斜めに切っていくような感じでやった方がいいですね。あの岬の頂点に置いてからダウンヒルですか、今の。違う違う、岬の頂点に船を止めて、うん、深い方にガンと落ちてるんですけど、ガンと落ちるにショルダーがあるんですよ、うん、そのショルダーの部分をアップギルで釣ってる感じです。あ、正直だからこの釣りに関してはレッグアームじゃないんですけど、竿を取り上げられちゃったんでやむを得ずレッグアームダウンショットでやってます、はい、ゼロ。やばい、靴浸水。靴浸水被害。太陽が照らない限り回復の見込みなし。太陽は出ない予報ですね。本当ですよね。でも雨じゃなくてずっと曇りマークだったんですけどね、俺のウェザーニュース。キケさんのもう予報では雨って言ってます。雨になってます。はい。曇りだと思って油断してたんだけどな。今朝NHK のお姉さんが言ってましたよ。メーアリーフって言って。メーアリーフです。ポトヨロです。ポトヨロメーアリーフです。今日釣りに行かれる方はバットデイですって言ってました。バットデイですね。あ、でも小雨になってきました。あのね、雨は波があるんですよ。ずっと同じ波打ってたら大雨になっちゃうんで、今波がねちょっと収まってる時に来ただけであって、決して楽観視はできない。楽観視はもうしない方がいいぞ、これ。はい。だって雲の向き見てくださいよ、はい、こう波打ってますね。この線上に僕らいるってことは、はい、常にこっちからこのまた雲が来るわけですよ。はい。この線がこっちにずれない限りはずっと今日は雨ですよ。はい。64LS、ああ、もうちょっと細いワームの時に。何がですか？ 64LS のこのボヨンボヨン感を生かす。あの、いや単純にワームをね、シェイクさせるときに、はい、ワームってこうシェイクしたら食わないんですよ。はいはい。ボヨンボヨン感生かすとこうシェイクできるんですよ。はい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 。サイドにロールさせることができるんですね。ローリング系のシェイク、はい。サーク型でどうしてもポイプ跳ねちゃうじゃないですか。はい。レッグワームはその跳ねる、ワームが跳ねるのも、跳ねる力を横に方向に動かすことによって、はい、テールのキックで魚を寄せて食わせる、はいはい、ルアーなんですけど、この一点シェイクっていうのはやっぱり一箇所でこうロールでゆら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 ってで、じーそろそろ食うかなパクっていうような、はい、そういう魚をイメージしてるので、はい、あのこの一点シェイクをするときはレッグアームじゃなしに、まあストレートワームとか扁平なワームとか、はい、昔はロゴリーチとかよく使いましたね、はい、そういうワームを使う方がいいです。難しいところです、それは。はい、ワームのチョイスをダウンショットの種類によって変えていくんで、はい、単純に覚えておいてもらいたいのは、アップヒルの時はシュリンプ、はい、ダウンヒルの時はレッグワームっていう風に使い分けていくと、はい、いいかなと。アップヒルの時は、はい。で、この時期になってくると、フラットサイドやる時はもう僕はジグヘッド、はい、ボトスト系、はい、まあ、そういう種類のリグの使い分け方をしてもらうと、冬の釣りがすごく釣りやすくなるんですけど、はい、ただこれをなんでじゃあガイドの時にそうやって言わないのかとか、はい、理論的に ちゃんと説明してないのかっていうと、今までは、はい、そのやっぱりサンプルが少ないっていうか、うん、言ったってやっぱり全種類のルアーでは釣れないんですよ、はいはいはい、今言ったことを全部試しててどっかで一匹釣れるわけですよ、はい、そうなると圧倒的にレッグアームで釣れる魚が多くなるから、あ、だとしたらレッグアームだけ投げてれば、まあ、ひとまず間違いないだろうと。お、そこから入っていくんですね、はい、そのジグヘッドのボトスを冬練習しようったって、ね、頑張って1日1匹の練習が成り立つかどうかっていうと、うん、毎日来れる人はいいですよ、はい、でもやっぱり週1とか週2週間に1回とかしか釣り来れない方は、はい、練習なんないですよね。サンプルの個体数が少なすぎ、少なすぎますよね。だからレッグアームでとりあえず1匹釣っていって、逆に冬の場所はこういうところにいるんだっていうのを土壇を見ながら学んでいってほしいっていうのが、はい、僕がいつも思うことなのです、はい、だから、うん、釣りってその全てが正解ですからね、はい、だけど全てがこう常に答えになるとは限らない、うん、これがちょっと、なんて言ったらいいのかな、
よく誤解されるところなんですよ。はい、小森がこうやって言ったのにやってもくれねえよって言われる時ももちろんあるし、うん、やった通りやってれましたって言って、うん、確かに僕の言った通りやって釣ってるんですけど、時期が全然違ってたり、はい、場所が全然違ってたり、はい、桧原湖で例えばレッグワームのオフセットのダウンショットをやられる方がいるんですけど、桧原湖マス張りでいいですよって僕言ってるのに、やっぱオフセットの方が釣れるって方がいるんですよね。オフセットの方が、はい、やっぱりそのね、その何が答えかわからないです。僕はそのトータル的にちょっと客観的に俯瞰で見てる感じはしてるんですけど、はい、それが正解かどうかすら分かってない、うん、なのでリバーのダウンショットはとにかくレッグアームを投げてれば一つは魚に触れるだろうというところからやっぱりやってもらうことが多いんですよね。でもアップヒルの時はもうちょっと一箇所でシェイクしてロールさせられるようなストレートおよびフラット系ワームっていうのがちょっと選択肢には入ってくるかなと思ってます。そもそも僕のダウンショットってもともとは一点シェイクに近いシェイクだったんで、河口湖で春冬かなやった時に大会2月かなんかに1回フィリティかなんかあったんですよ、ワールドが、はい、その時、6位だったんですけど、2日目と初日が3位だったんですよね、はいはい、3日目と初日だで、初日はまあちょっとでかい魚をシャーレと取ったんですけど、はい、2日目はそのでかい魚が取れなくて、はい、順位落として3日目はディープでリミット取って入れ替えをして帰ったんですけど、はい、その時はもうほぼ、ロボリーチで釣ったんですね。ロボリーチとあれ3インチグラブのスモラバで、当時スモラバがまだ世の中になかったんで、はい、友達に巻いてもらったスモラバを使って、何グラムぐらいで0.9 とかで、そのね、32分の1、はい、に巻いてもらったんですね。でそれに3インチグラムをつけてボトムズル引きで釣ったんですけど、ズル引きっていうかシェイクですね、まあ、ほぼ1点でシェイクする感じですよ。でまあ冬の亀山にでガイドしたしたのはその直後ぐらいで、はい、まあ、その頃もそのリーチとかそういった釣りで釣ってたんですけど、まあレッグアームになってからずっとレッグアームで、でもその釣りからレッグアームに入っていって、もっともっと動かしても釣れるってことが分かってきて、バタバタはい、でまあだから両方混ぜてみようかなと思って毎年やってるんですけど、やっぱりレッグアームの方が釣れるんですよ。でも今年に関してはちょっとアップヒルのシェイクの方が食った日がありましたね。ただその時はね、このベイトの群れはほんのにいなかったですね。ベイトがまた増えてきましたよね。はい、これ左サイドはどう、今ブレイクの真上に立ってるんで、左サイドで7メーターフラットです。もう投げてみてもいいですよ、全然。逆に右サイドはもう21メーターまで落ちちゃうんで。そうですよね。そこを今、小森さんはアップヒルで、そうですね、壁をせり上がってきてる、はい、僕がこのポジション立ってると、投げようと思ったら斜め後ろに投げるしかなくなっちゃいます。はい、ためにここなんかね、昔無限に釣れましたからね。無限ですよ。また釣れた、また釣れたって1日やってたら、真冬でも本当に40匹とか釣れましたからね。真冬、はい、初めてここ見つけた時は魚探も僕なかったんですよ。この足よくワイドの時するんですけど、はい、あと魚探を買う前で、はい、手漕ぎボートだったんじゃないかな。冬はやっぱり深いところにバスが移動しやすいところをやりたい、いるだろうと思ったから岬を狙おうと思って、はいはい、岬目に見える、そうです、岬から浅いところから落としていこうって言って落としてきたんです、はい、で胴付きおもりに、はい、まあ、オフセットをつけたベイトタックルのダウンショットで、はい、でまあ、当時ダウンショットっていうのが出て、世の中に出てすぐの頃だったかな。あで、まあ、それでちょっとずつ落としていこうと思ったら釣れて、はい、で釣れたとこ何メーターぐらいだろうと思って、マーカーブみたいなタコ糸に1メーター置きに重り、はい、印をつけて測ったら6メーターとかだったんですね。6メーター、はい、で6メーターの地形を探しゃいいのかなと思って沈めていったら、ここから急に深くなってるように見つけて、はいはいはい、あ、これ深いとこがあるからここにいるんだって思ってやってたんですよ、はい、まあ、そこからちょっとお金貯まって魚探買って、エレキ買って魚探買って、はい、で、まあ、山立ても覚えて、はい、今なくなっちゃってますけど、鳥居の先端にもうちょっとでかい木があったんで、はい、その木と鳥居の左角が当たってるところから、はい、
とかで右側はそこのでっかい木と上のでっかい杉が重なってるところ、はい、を中心にどこに投げたらっていうのを覚えてて、はい、そのポジションに入れれば12月の半ばから1月の頭まで本当無限に釣れました、ね、無限、はい、昼から出たって10分とか釣りましたからね。サイズも良かったですよ。ちなみにたまにディープクランクとか投げるとでかいの食ったりしてて、はい、そんだけワームで釣れんだったらプラグもちょっとタイミングで楽しそうですね。そうですね、レンジちょっと上げて岬に当ててやろうと思って、はい、ディープ X200 投げてそれもよく釣りましたね。この岬ディープ X200 は相当釣ってますね。真冬にその展開は本当しびれますね。まあ真冬ってもね、あの頃って93、94、95、96年かな、1900、はい、冬めっちゃ高かったですよ、あの3年間は。95年、もうバンダーにだってスタッドレス出してスキーに行ってましたもん。ああはい、千葉県に雪が降るなんてなかったしな、一回あったかな、なかったかなぐらいですね。ああでも なんかそのぐらい昔20年前とか、うん、とにかくあったかい冬でしたよ。なんかスピナベとかでも投げりゃ釣れてるっていう印象はあったんですけど、なんか昔の亀山だったで、元旦にやった仲間との戦いで僕リミットメイクしたけど全部カトテールノーシンカーでしたからね。ああノーシンカーで、はい、あったかかったです。冬でも10度とかあったんじゃないかな、気温とか水温も。僕だって1月の7日の日に来て落水して、はい、散歩して落ちて、はい、びしょ濡れになって、はい、着るもんないからカッパ着て、下パンツにカッパ、上 T シャツにカッパ着て釣りして帰りましたからね。それ変態です。いや全然寒くなかったんですよ。その頃は死んじゃいますよ、そんなことしたら。いやでも本当に暖かかったですよ。だって1月2月にフローターとかよく行ってましたよ学生の頃は。僕93年に大学入ったんで、ああそこから卒業する97年までの間は冬が日本は夏だったような気がするんですけどねそれは言い過ぎだね、本当に。ただ夏がそんなに暑くなかったですよね、その、ね、何年間が。米不足とかなりましたもんね。ああ、なんかありましたね。はい。タイ米入れるかどうかみたいな。入れてましたね、もうね。なんか、そんな年ありましたよね。はい。あのあたりですね。くっきり覚えてますね。僕は小笠原に行ってて、大学1年生の冬に。虫取り行ってたんですか。虫取りって小笠原虫取っちゃいけないんで、まあ、自然観察に行ってたんですけど、ああまあ帰ってきたら米がない。はい米不足ありましたね。ああ帰ってきたら米がないっていうことがありましたね。うん、どんぐらい行ってたんですかそれ。いや1週間は最低でも行かなきゃいけないんですよ小笠原って。そうですね、小笠原は。で母島まで行っちゃうと2週間だから、2週間行ってたんですよね。ああはい、行く前は米があったんですよ。はい、帰ってきたら米がないんですよどこにも売ってないんですよ、はい、でまあいいやぐらいに思ってたんですよ。近くで食堂が開いてたから、はい、で食堂も米がないからって言って閉まっちゃってるのもあって、うん、で加納山って分かりますよ、千葉県の、はい、あの辺の山登りに行ったんですよ、ねはい、で僕山から降りてきて靴の中とかドロドロだったから、はい、靴を脱いで車の上に置くじゃないですか、はい、で履き替えてそのままラーメン食べに行こうとして、財布も何もかの靴の前に置いたまま財布飛ばしちゃったんですよね米もない金もないになっちゃってワイルドな、ワイルドな学生じゃない、学生のあれ大学1年生の冬ですよね財布もないし財布もないし米食えないし、そうですよ、なんなら免許もなくて帰れないレベルですよ、ね、いろいろあったんですね小森さんも。それがバスプロを志すきっかけになった。全然違いますね。それ違う。それは違う。また別の話。バスプロを志すきっかけっていうのは2つありますか。はい。話今しちゃうんですか、それしながら。やめましょうか、ちょっと。ちょいちょいなんか聞いてはいると思うんですけどね。小森さんちとか、ね。2つですよ、2つ。1つは子供の頃からやっぱ。はい、目標にしてたと思うんですよね。あ、はい、小学校4年生の時に入れたタイムカプセルに将来バスプロになるって書いてましたからね。ああ、小学校の時の、はい、当時バスプロっていなかったと思うんですけどね、世の中に。小森さんが小学校時代だとどういう、
田辺さんとか、ね、いや全然人は知らないです。あ僕正直言ってプロになるって決めて大学卒業して JB 登録するまで、はい、プロの名前で知ってるのって、はい、いなかったですあ、はい、誰も知らなかったですもん。だから正直こう釣り大会とか出てもどこどこ何々プロが来ても全然興味がなくて、あ何言ってたこのおっさんが思ってましたからね。あだからまあ正直しかも釣りの力だけで上に行ける世界じゃないですか、はい、そんな尊敬とか憧れではないなく競り勝つ競り勝つ気持ちでいたから全然なんかこうなかったんですよね。で小学校の時なんでバスプロになるの？わかんない、それ思い出せないですよそれ聞きたいんですけどそれだけ思い出せないんですでもタイムカプセルには間違いない。4年生か5年生の時にタイムカプセルにはバスプロになるって書いてたら4年生じゃないな、あれ入れたの5、6年生だな。あ、はい、なぜなら綺麗な漫画描いてましたもん。あ、はい、僕5年生の時漫画描いてたから漫画部だった。漫画部ではないんですけどその漫画の絵だったんで、はい、だからその絵だったらあれの5年生が少なくとも5年生、うん、4年生に入れた方のタイムカプセルじゃないなと思って、はい、4年生に入れた方のタイムカプセルに違うこと書いてましたからね、はい、それは発掘されなかったんじゃないかな。あ、なんかタイムカプセルって封なくなるらしいですね。水が入ってきちゃうんですよね。あ、壊れちゃう。これね、ぶっかかったやつはブリッて外したのなんだよな。これ壊れちゃう。ちゃんと引っ掛けて、そう丁寧に飛ばさない。怖い、釣れない。帰ろう。雨やめましたよ。雨やんだけど、心の中がザーザーブリーズ。心の中がザーザーブリーズか。指摘ですね。うるせえよみたいな感じで対応しないでください。帰りたいもん。靴も濡れてるし。なんでこんな雨の日に連れてこられなきゃいけないんだ。双方合意の上だったじゃないですか、ここには。いや、私はいいって言ってない。あの人が勝手に。また柳島の方から雨粒みたいなのがまた降るでしょうね。降ってくる、ビチビチ当たってくれ。ワンチャン、ワンチャンあったんですよ、さっき。はい、結構明確な。まあ明確というよりは落とした瞬間バイトだったんですけどね。やっぱ中層から追っかけてきてそこにターンでパーンって食った。だからそれはでももう当てにならないですから。分かんない、まあ、はい、何匹か釣ってみないと。じゃあ落ちたところにバスがいただけちゃうかもしれないし、バスかどうかも分からないし、うん、バスかと思ったらベースかもしれないですからね。ベルは似てる。ニジマスの可能性もありますか。それ大いにありますね。あ、ないな、ニジマスあんな抑え込むようにバーム食わないでしょうね。はい、ここ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 っていう夏のブルーギルのような当たり方してきますからね。あ、じゃあ俺が先日アラバマで何か感じたのそういう感じでしたね。アラバマリーグにそんな当たり方ってバスってします？いや、しないと思うんですよね。アラバマ絶対違います。うん、あれニジマスがだって上昇軌道のもう船べりで食ってきたんで、うん、完全にそれニジマスですねかなっていう。東側と言われてるエリアはどうなんですか、今年は。いいですよ。あ、いいんですね。ただね、やっぱその辺の動きがあったんで、はい、追い切れてなくてみんな見失ってますよね。あ、はい、僕もね、庭の上島とかポロポロ釣ったんですけど、一本いい立ち木があってそこは必ず魚が止まるんで、はい、それとあと、椿元から野村ボートまでの間のストレッチもかなり良かったんですけど、はい、まあ、いかんせん狭いスポットなんでね、はい、人だらけになっちゃったらもうなんか釣れる気しなくなってきますよね。うーん、という結果になりました。はい、ダンダンはどうなんですかね。ダメでしょうね。ダメ、だんだんダメになってきましたね。ダンダンなだけに。ああ、よくみんなあそこダンダンって呼びますよね。はい、僕はただダンダン畑みたいになってるところって昔ハブに説明したらハブがダンダンって言い出して、はい、ダンダンになったっぽいですけどね。なんかそう、なんか時田発信だったような気がするんですけど。ダンダンって、はい、僕がそのハブ君の最初にガイドした時に教えたところですね。へえ、そんな時代があったんですね。ハブよくガイドに来てくれましたよ。はい、
は2回目だったな。はい、時ぴょん行きます。時ぴょんお願いします。よいしょ。信じらんねえな、こんな時期の雨とかも。いや、本当に信じらんない感じですね。なんでしかも今日雨なんですか。いや、こんな降るつもりじゃなかったというか、そういう話じゃなかった。まあまあ土砂降りになったじゃないですか。峠は越えましたか。よくないわ。ここはちょっと岸際に入れてから丁寧に。もう内緒ですもん。あれ語らない。ポイントを言うとね、結構近くに投げてくるからね。あれ釣っちゃおうと思って釣ってくる。